九朝多摩修練院。アルペがいた当時と同じ建物で、現在は修道院として用いられている。米国サンフランシスコ大学にある記念像。ペドロ・アルペは、スペイン・ビスカヤ県ビルバオ生まれのカトリック司祭、イエズ・ス会イ、第28代総長。元上地大学教授。裕福なバスク人の家庭に生まれたペドロ・アルペは、ビルバオのサンティアゴ首都学院に学び。 マドリード大学の医学部に進んだ。そこで彼は後に、ノーベル生理学、医学賞を受賞するセベロオチョアと出会った。また生理学のパイオニアで、スペイン内戦時代の首相となるフアン・ネグリンも、教官の一人であった。1927年に、イエズス会に入会し、オランダのフォルケンブルクで養成を受け、1936年に、除解された。修練期には、 アメリカ合衆国、カンザス州の聖マリア学院で学び、クリーブランドで過ごした。ペドロ・アルペは、修練期を終えると1940年に日本に派遣され、山口カトリック教会で主任司祭となった。真珠湾攻撃が行われた1941年12月8日は、日本では無限在の聖母の祝日であり、アルペは、ミサゴに投獄された。アルペは、 祈りの日々を過ごした。あとの10回では、この経験は、アルペの重要な霊的変容の機会の一つとなったという。彼の非攻撃的な態度と振る舞いにごくりと、裁判官は敬意を示し、約1ヶ月で釈放された。1942年3月から、アルペは、広島にあった、長塚修練院の院長を務めた。1945年8月6日に、 広島に原爆が投下されると、医師として被爆者の第一次救護に当たった。アルペは後にこの時のことを、私の記憶に刻まれた歴史の外の永遠の経験と、述べた。彼は修練院を、臨時の病院として200人の被爆者を手当てし、その中には、長塚修練院の建設に深く関わった、広島カトリック教会の主任司祭、フーゴラッサール神父もいた。 アルペは、イエズス会の初代日本館区長に選ばれた。1965年第31回、イエズス会総会で、アルペは、第28代総長に選ばれた。アルペは1983年まで総長を務めた。友人であり、相談相手であったビニーオ・オキーフは、アルペを、第2バチカン公会議の光で、イエズス会を再建した第2のロヨラと呼んだ。 アルペの指導力が現れたのは1975年の第32回総会であった。アルペの夢は文書に結晶化された。我らの今日の使命、信仰への奉仕と正義の促進では信仰と並んで社会正義の促進を掲げた。社会正義の促進を掲げることに対し、政治と信仰の混合だとする批判が起こり、議論が行われたが、 最終的に圧倒的多数に受け入れられた。この観点に対して、以後イエズスカイ外で対立が現れるようになった。これは、第二バチカン公会議の影響と中南米の歴史と同時に進行した。第二バチカン公会議の協力の実施について、各地の司教会議で議論となった。ヨーロッパでは、専門主義と科学的、物資主義的無神論の脅威、アジアでは、 宗教間の対話ラテンアメリカでは、貧富の格差と、社会正義が重要課題とされた。ラテンアメリカでは、マルクス主義者に連帯を示し、革命闘争に身を投じる者も現れた。中南米の主催は、教会が受け入れ、維持しようとさえしている不平等がこの問題の最前線であると気づいた。彼らの実践は解放の進学と呼ばれた。イエズス会史としては、 ヨンソブリノや、オスカル・ロメロ、エルサルバドルの殉教者などがいる。これに対し1980年代に、教理省長官であったヨーゼ・フラッツィンガー・スー・教から、解放の進学において来たるべき王国と現在の、世界における平等についての根本的な混乱がある、とする見解が示され、この見解は2008年の会直、希望による救いにおいて、再度表明された。 中米では、イエズスカイ氏も実践を積んだ。エルサルバドルでは1977年3月12日には、ルテリオ・グランデが殺され、アメリカ合衆国の支援を受けた、白人戦士連合などの死の部隊により、6月20日には47人のイエズスカイ氏が、死の脅迫を受け、同国から逃れるものもあった。アルペは彼らと相談した上で、彼らは純教者となろうとも、 私の司祭たちはこの国を離れないだろう。人々と共にあるからだと語った。1980年3月には、ロメロ司教が、1989年11月16日には、エルサルバドルのホセシメオンカニアス中米大学で6人の、イシらが殺害されて殉教した。1981年8月7日、ローマのフィウミチーの空港に到着したアルペは、 発作に襲われた。アルペは右半身が麻痺し、言葉が話しづらくなった。症状は後に重くなり、完全に話せなくなった。彼はローマ教皇庁内で療養し、眼差しや指を使い仲の良いイエズスカイシとのみ、コミュニケーションが取れた。アルペは1983年に、 ニカラグアで開かれた第33回、イエズス会総会で総長の退任を余儀なくされた。アルペは、生前に退任した、最初の総長となった。総会は後に、数期教となる、教皇特使のパオロでザにより開かれ、イエズス会氏には、教皇庁の干渉への反発もあった。9月3日アルペの退任は承認され、ペーター・ハンス・コルベンバッハが公認に選ばれた。 総会の開会式にはアルペも参加し、自らの解体のりが読み上げられた。私は何時にも、まして神の御手の内にある。これは、私が若い頃から望んでいたことだ。しかし今ここに、違いがある。主導権は、すべて神にある。これは、実際に、これまで私が、すべて神の御手の内にあると、霊的に経験してきた、ことだ10年間の療養期間に。 会のために祈り、ヨハネ・パウロ2世からも、行為を受けた。1991年2月5日アルペは、教皇庁内で84歳で起点した。ペドロ・アルペの葬儀は、ジェズ教会で行われ、参列者で、広場が溢れた。彼の遺体は、当初カンポベラノのイエズス会博物館に収められ、後、ジェズ教会の付属制度に収められた。ありがとうございます。